ここは四国八十八ヶ所霊場30番札所、高知市の善楽寺です。住職を務めるのは柴田紀穂さん36歳、善楽寺初の女性住職です。島田住職は2017年、手に塗って使う粉状のお香、図香を広めようと、寺オリジナルの香りを調合し、授業を始めました。ちょっと甘い香りで、そうですね。なんかこう、緊張がほどけていきますね、このリラックスする香り。女性ならではの視点で、仏教を身近に感じてもらう工夫を重ねています。そんな島田住職が新しく開発したのがお香スプレーです。開発のきっかけは新型コロナウイルスの蔓延にありました。マスクが欠かせない生活を強いられる中、僧侶仲間からこんな相談があったのです。塗るお清めの図香をマスクに香り付けで使えないかと相談をされまして、はい、どうぞ。マスクに図香をつけると茶色く変色してしまうため、考えついたのが水タイプのお香でした。生薬でもおなじみの桂皮、長寿、安息香といった殺菌性が高いとされる植物を調合し、オリジナルの図香2種類と同じ香りを再現しています。マスクの外側に1回から2回吹きつけ、アルコールを軽く飛ばしてから着用します。まずは梅をイメージした香りの梅みじ像を体験しました。おお、すごくオリエンタルな香りで、あ、そうですか、癒されますね、この香りは。何よりです。もう一つ、花の香りを強調したそよ風の切り香は、お、これなんか気分が華やかになるすっきり系の香りですね。ありがとうございます。ちょっと落ち着きたい時とかは梅みじ草のちょっと梅の香りをイメージした方を使ったりで、華やかな、それこそ明るい気持ちになりたいとか気分転換をしたい時はそよ風の切り香を使ったりしています。自然の原料を使っているため、香りの持続時間は30分程度と短めに抑えられています。こんなマスクだったら本当進んでつけたくなりますね。まだまだマスクの、ね、期間が長くなりますので、もう少しでも楽しくマスクを使っていただくため の、 後押しになればいいかなと思っています。300回噴霧できるお香スプレーは、善楽寺で1つ1000円で授与されています。